ご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。乾杯。飲みたかったわ。まず今日は2人とも外派手で合わせてきました。どうれレナさん、おほんまや、意識した今さら気づいた、似てる。2代目はまさに今日こそ言うで、ジェジェジェって、今こそ言う、ジェジェジェってね、シュすごないメニューの数、大便もすごい、これもすごい、大便大便人気です。360円、行きましょうか。大便、ね、はい、2種類どうされますか。選べんねんしかも選べんねん、すごい3つ、どれ好き、どれ好き。いやー、ここは赤星かな。いいですね、名物が食べたいです。ぼっかけあて大阪ネギ天ぷら、大阪ネギ天ぷら、おでん盛り合わせ3種類、来ましたよ、大便、いいね、いつもありがとうございます。いつもありがとう、はい、ありがとう。ね、お通しがさっぱり系の春雨、見た目もいいね、夏にぴったり。これぐらいあっさりしてるの優しいな。ありがとうございます。あ、なんかこれチビタや、チビタ、おい、チビタや、漫画みたいなおでん来た。これ喧嘩やな出た出た出た、得意のね、おでんバトルね。こんな感じ、めっちゃ重たそう。でもこう夏でもおでんがね、注文できるの嬉しい。冷えた店内でよ、熱々のおでんとよ、冷え冷えのビールですよ。わかるわ、これ以上何を望むのっていうの。間違いない。最初はグーチェック、はい、最後にショー、勝った、一個こんにゃく欲しい、うん、すごい、もうなんか切り株みたいな、すごいね、厚みが、しかも中まで旬でんのがすごい、めちゃくちゃ旬でんのこれ、ね、もう間違いない色してもね、ね、もういつ来てもらっても大丈夫ですよ、旬でますんで、安心感あるわ、もう完全に旬でるんで、いつ来て、いつ来ても大丈夫です。はい、いらっしゃい。うん、うん、おー、おいしい、おいしい、こんにゃくも行こう。じゃあちょっと、うん、これ難しい、なんて言ったんやろ、甘みがないタイプの美味しい、美味しい、甘みそこ美味しいやな、いやあかん飲もう飲もういいね、こうつまみながらさ、いろんなもんつまみながら飲むの好きやね、ちょいちょいね、気分があるやん、うん、おでんのターン、唐揚げのターン、いろいろあるやん。じゃあぼっかけのターン、ぼっかけ、おいしそう、おいしそう、あ、いいね、いいね、ネギ、ネギいいね、おいしそう、いきます。うわっ、うん、牛筋かな、柔らかい、そんなに、しかもこちらも旬でおります。だからまたおでんとは違ってさらに味が濃厚な、うん、うん、うん、ああ、ええ顔した春は、うん、このつるんってしたさ、こんにゃくの食感とふわふわとろってしたさ、お肉の食感でさ、うん、もう食感でめちゃくちゃ美味しいね、うん、食感パラダイスよ、食感が美味しい、もうパラダイス、うまー、ちょっとこれつまましてもろって、これはあれよ、うん、あれあれ、一味、うん、一味、大切なもの忘れてた、一味です、ででん、プレーンに感動してみてた、いやいや、もうかけ方な、かけ方の癖かけ慣れてるわ、いや、お小指だうん、うん、この甘辛いタレ、後からピリッとくるやつね、いいね、
美味しい。すいません、店長さん、これあの寿司始めました、はい、聞いてなかったんですけど、私連絡してくださいよ。マグロとサンマチとサーモンとエビが1人前3貫で、で、コーヒー480円。せんちゃん、カンパチの寿司ください。はい、あともう2杯目も頼んどく。あ、頼んどこう。これすごいねえ、日本酒と、あ、日本酒いっときたいな私。うん、140円、ペットボトルより安い。うわ、ほんまや、ね、ほんまやね。じゃあ、あと、ハイボールお願いします、うん、はい、ちょっと見て、見る見る日本酒140円、やりすぎじゃない。タイムスリップしたんがおる出せる140円で商売しとって。日本酒無理無理無理、自分の家店やっとって日本酒出せよ。私4000円ぐらい取るわ、ボンタクリバーやな。ありがとうございます。うわーすごいね、量がすごいね、でっかいね、ドドンとモリモリやん。はい、来ました来ました。大体オニオンリング。いやいや、リング全然リングなってないすごいね、これ何。さて何でしょうか。あれ、ちょっと待って、塩じゃないの、天ぷらやろ。ナマステーナマステー、そうそうそう、ナマステーそうそう、ナマステカレー粉のなんかスパイシー、スパイシーな香りがする。あ、違う、スパイシーなフレーバーがするえ、オニオンこれでいくんよ。いいやで、ね、いいやで、取り直しやん。オニオンリングって言ってたから、あれボケやと思ってて。私でもねえやと思っとったボケと思ってた、わざと言ってるんかと思って、かわいいやと思っとったから。まあ見るからにネギかな。ほんまやん、食べましょう。うん、あ、なるほどね、酒飲みの味がするよね。揚げてることによって甘くなってて、うん、かなり甘いからこそのこのカレースパイスや、うん、そういうこと。名探偵パンさん解決やん。普通したよ、来たよ、待ってたよいくらやった。140円。ありがとうございます。何のお酒か聞きたかったね。で、あの日本酒は、はい、これ何のお酒ですか。こちら金剛力士というお酒です。おお、なんか強そうな。湯気がいいですね。はい、うん、わー、うん、ちょいまろやかな、うん、口当たり甘め。いやー、出たハイボール250円ハイボールで乾杯。安いねー、ハイボール、ハイボールって書いてるわ、うん、なんか幸せやね、昼からね、こんなリーズナブルなお酒を飲んでこんだけ食べて、めちゃくちゃわかる、幸せやな。寿司もこれから来て、ほんまやらことよ。こう、ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃいって言ってまうね。こう飲んだ後にちっちゃい、わかるわかるわかるってめっちゃコメント来てんちゃうかな。これ言い出したらあかんなってお父さん見ながら思っとったわけ。これさ、どうですか、やってないですか、無意識に。赤信号よ今回お世話になったのは JR 京橋駅北口を出て西に少し歩くと左手にあるのがこちら大衆酒場京橋ホールさん。ドリンクもフードも豊富なメニューで安くてうまい。ビール大瓶は360円、日本酒は140円、名物のぼっかけは味が旬でてふわとろ食感、カレースパイスで食べる大阪ネギ天ぷらでお酒まささま。明るく賑やかな雰囲気でコスパも最高、何度でも行きたくなるお店です。ただいま、ありがとうございます。醤油塗ってくれてるタイプ、おこのままいけるタイプ、いいですね。カンパチです。ででん生きてるみたいになってるプル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 、うん、やっぱカンパチならではの歯ごたえしっかり、うん、美味しい美味しい、油も乗っててかなり美味しいね、うん。もう100円単位からあんねんけど、うん、ボリュームがあったり味がしっかり一緒に出たり、多分こだわりすごいんじゃないかな、うん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 、いやどれをとっても間違いないから、ほんまに、多分もう20時間ぐらい折れるんちゃう空いてへん空いてへん何食べても美味しい、クオリティの高いお店って感じね。活気あるしね、うん、いいんじゃないですか。お寿司最後の一個じゃんけんな。最初はグッじゃんけん、はい、また負けた、また負けた、
た負けた。